まつげパチパチ、まつげはこんな感じ。こんばんは。今日はいつもよりも唇がプルプルしてます。わかる？こんな感じ。頑張ってポチポチしてますって、ほんまにありがとうございます。めっちゃ撮ってくれてるもんね。いつも話せるの楽しみです。あっという間に終わっちゃうもんね。毎回みんなとね話してたら一日めっちゃ早くてあっという間に過ぎちゃいます。すごいね。 WBC ももうちょっとですね。楽しみ。カラスに唐揚げくん奪われるのまき。そうやねん、そうやねん、奪われてん。もう場面見てくれてますか皆さん。オリックスと侍ジャパン頑張ってほしいねえ。楽しみ。なんか早く試合始まってほしいなって思っちゃう。マキシマイザーそう勝ってん。この前結局言ってて勝ったんですよ。こいとつ当たった。待ってまーす、待ってまーす。ありがとう。よし、お話し会、握手会、写メ会もぜひ皆さん来てください。うん、来てくれるの？写メ会はちょっとだけ撮ってる。おお、待ってます、待ってます。カレンとのツーショットは初かな。もうなんでよって言いたいけど、でも結構なかったですもんね、写メ会のイベント自体がね、ないかったから。ぜひ撮ってください。ありがとう。一緒に撮れるの楽しみにしてます。神戸さん、そう神戸さんにお会いできてすごく嬉しかったです。次は京セラで名前を呼んでもらえるように頑張ります。ね、何だっけ？織姫デーだったっけ？ね、楽しみですね。楽しみがいっぱい、待ち遠しいですね。握手会ピンクのレンバー楽しみピロネね、めっちゃ楽しみ、本当に楽しみ。今日ユニバ行ってきた。あ、見たで、キティちゃんのねお揃いしてくれとったやんね。超可愛かった、超可愛かったよ。うん、録画面カレンタにしたら、え、録画面にしてくれてるの嬉しい。嬉しい。なんかそういうのしてもらうと、あ、アイドルなんやなって実感が湧きます。素直に嬉しい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。写メ会ってめっちゃレアよね。そうなんですよ、約3年半ぶりとかなのでめちゃくちゃレアなんです。しかも皆さん忘れてはいけません、ハラカレンまだシングル選抜復活は達成できていないので、アルバムの選抜に初めて選んでいただけたんですけど、シングルの選抜に復帰するっていう目標はまだ叶ってないなってすごくなんか思ったので、次が皆さんシングルいつかきっとアルバムではなくシングルがね発売されるっていうことになると思うので、その時には必ず選抜で、そして前のポジションにいたいので、ぜひシングル選抜復帰できるように応援パワーよろしくお願いします。眉が濃すぎるね、今日めっちゃ眉毛の口悪いんだけど、そんな濃い？嘘やん、ショック。いつもさ前髪あるからさこれくらい描いてんねんけど、やっぱおでこ出してたら余計濃く見えちゃうかな、ショック。復活してほしいって書いてるね。
頑張ります。シングル選抜せんとなーって作ってる。そうなんです。そう、今回の受付がとっても大事になっていますので応援よろしくお願いします。最近おでこ出し多いよね。あ、ほんま？ほんま？最近おでこ出し多いかな。ほんま？なんか今日久しぶりにデコとしたなと思ったけど、あ、配信の時ピン止めとったからかな、前ではなくかな、わからんほんま？今日久しぶりやなと思ってんけど、顔の調子良きです。良き？繋がってないから大丈夫ありがとう。濃いめだけど色気あってよく、眉毛って色気があるんですか。唇はプルプルやでメイク可愛い、ありがとう。昨日は猫の日だったね。そうですね。だから後でファンクラブでは、まだ言わないんですけど、後でね、あのファンクラブの配信もしようと思ってて、サカタンがカレンの前髪羨ましいって言ってたの。えい、いつ？いついつ？いつ言ってくれてたん？お姉さんやなって、ありがとうどうもありがとう。石田公園出ましょうって、あゆみさんのプロデュースのですよね。そう、ゲネプロ見に行かせてもらったんですけど、めっちゃキラキラしてて可愛くて一生懸命なのが伝わってきていいなって改めて思ったし、本当にセトリめちゃくちゃ好きで出たくなりました。うん、だってカレンの見た時の一番最初の感想、カレンもこの声出たいっていうのがすごく思った気持ちでした、自分のね。そうだし、なんか改めて気を引き締めないとなって、すごくなんだろう、刺激をもらえる存在やなって思ったので、これも気を抜かず頑張らないとなってすごく思いました。素敵やなって思ったから。カレンタンの手もでもみたい。え、手もでもいいよね。でもあの二人もすごく可愛くて綺麗でいいなって、素敵やなって思って見てました。可愛かった。こいとつの別ユニットも期待してます。お、それはどうかなわがままな流れ星、ねえ可愛いよね。どの曲もめちゃくちゃ可愛くて、うるさいな。ワンショット動画は楽しかった。めっちゃ懐かしい。あ、成瀬さんやん、久しぶりですね。どこ行ってたんですかどこ行ってたんですか、全く来てくれなくなったけどありがとう、来てくれて。また来てな。カレン目線での公演の感想は、なんやろな、すごく研究生の初日やからこそ伝わってくる初々しさだったり、一生懸命がすごく伝わるなって、うん、一生懸命してる姿の大切さを学んだ公演というか、素敵だなって改めて実感したり、やっぱりステージを客席から見るっていうのも、なんか一緒に出てたりリハーサルの時に見る風景と全然違って、うん、こんな風にキラキラさせてもらえてるんやなって、こうお衣装だったり、なんだろう、ライトとか音響とかすごく素敵だなって、ありがたいなって思ったり、あとはなんかゆみさんがすごく悩んで作りはった公演なんやろうなって、すごく悩んだんやろうなっていうのが伝わってくる公演でしたね。なんかメッセージ性の強い曲が多いなって思って、でそういう風に考えてみてると、なんか愛を感じるというかね、一曲一曲本当に、うん、メッセージ性が強い曲が多いなと思いましたはい、素敵だなって本当に思いましたよ。
です。だからカレンももっと頑張りますまずはね、オンラインお話し会、握手会、写メ会も頑張って、絶対にシングル選抜復帰を果たしたいので、皆さんアルバムの選抜に選んでいただけたっていうのがすごくすごく嬉しいんですけど、前回ねシングル選抜外れてしまって、まだそのシングル選抜復帰というのは叶えられていないので、次のシングル作品では絶対に名前が入っているように、そしてね、アルバムの選抜復帰では叶えられなかったんですけど、もっと序列を上げるという目標もシングルで、次のシングルで叶えられるようによろしくお願いします。私ね、とりあえず何よりもやっぱお話し会とかすごく楽しいので、皆さんと話してる時間、なかなかこうやってショールームでお話ししたりはできるけど、皆さんからのお話はやっぱ字で打ってくださってて、お顔が見えへんから、やっぱお顔見て話せるってのはね結構違ったりするし、1対1で2人っきりで話せるのでね、周りの方を気にせずいっぱい話してほしいなって思います。写メ会も握手会もね、すごく久しぶりの3年半ぶりのイベントになっているので、ぜひ来てほしいですし、握手もしたいし、写メ会はやっぱ写真としてずっと残るものになるので、カレンとの思い出に写真もいっぱいぜひ、しかもお衣装を用意してもらえるということなので、お衣装を着ているカレンと一緒に写真を撮ってほしいなって思います。こんばんは、こんばんは、わいはハラカレン推しやから、ありがとう、ちゃんとおでこに書いといて、ハラカレン推しって、うん、マイネームで書いといてマイネームで書いといてや。握手も写メもカレン担当は初めてやし楽しい。あ、そうやんね、そうやんね、本当に3年半ぶりのイベントなので、写メ会と握手会は初めての方多いと思うんですけど、だからすごく彼も楽しみにしています。写メ会切るのはいい、そしてまで追加した、あー追加ありがとう、めっちゃ嬉しい。握手もオンラインも頑張ってポチポチ完了って、いつもありがとう、めっちゃ嬉しい。ピロテンかわいい、ありがとう、ピロですポーズどうするか悩む、いっぱいしよう、 M のポーズもあるし、タイムボムのポーズもあるし、ピロピロもしてほしい、いっぱいしよう、ハートもしよう、写真撮れるの楽しみにしてます。写メ会関東でもやってほしすぎ、ね、本当にそれね、ミピちゃんなかなか会われへんもんね、赤ちゃん大きくなったかな、元気かな。3枚取らなきゃ、3枚もっともっともっと来て、こんばんは、こんばんは、カレンタの力に少しでもなれたら声に思ってるよって、めっちゃ嬉しい楽しみにしてるね。そう、いっぱいいろんなポーズしましょう、何でもしよう、教えてな皆さん。2019年以来、そうね、そんなにも前なんや、やっぱ今2023年ですもんね、あらま、こいたつ達成したよ、おめでとう、待ってるな、ありがとう。そうですね、公演もいっぱい出させてもらうので、皆さんぜひ来てください。うちはペンライト、ピロピロティ、すごく嬉しいです見えるとテンションが上がるのでね、嬉しいなーって見てます横浜もお友達と連番してくれるのありがとう。みんなもぜひ横浜、大阪とあるので、どちらも来てください。勝手に撮った、かわいいやろ、撮った
準備しとったから。テスト期間で受付できんかった。お、じゃあ今受付始まったのでぜひテストお疲れ様です。今の笑い方かい。どんな笑い方したんか分かり、なんか笑ったっけ、記憶にないや。自然の笑みです。ピロピロってピロピロー。ぜひ皆さん個別握手会が3月19日にあります。神奈川県パシフィコ横浜です。もうねコーディネートも決めました。第4部と5部はミニボトムスとニーハイブーツで、6部は連番企画となってます。猫耳つけて生誕ティーも着ようと思ってます。ぜひ皆さんはピンクのワンポイントだったりグッズだったり、そして彼らの生誕ティーだったり着て連番していただけたらなって思うので、お友達を連れてぜひ来てください。そして7部が春コーデお楽しみにです。で8部9部がワンピースとなってます。ワンピース着ます。かわいい、ありがとう。リプレップでも楽しみ。さあいつ MV 公開となるのでしょうか、わかりませんけどお楽しみに。待っててください。彼はもう見てないので楽しみにしてるんです。お楽しみにですね。でもう一つ大阪で個別握手会がございます。4月29日の土曜日、大阪インテックス大阪であります。4部と5部がミニボトムスとニーハイブーツ、これは一緒ですね。で第6部が連番企画、猫耳つけてセーターティーを着ます。ピンクなワンポイントだったりグッズだったりピロピロティーを着てぜひお越しください。お友達も連れてきてください。第7部が春コーデお楽しみに。8部と9部がミニスカタイトワンピース、これ結構おすすめ。ミニスカタイトワンピースの日は大阪インテックス大阪さん4月29日となっております。はい、わかりましたか皆さん。そしてなんと個別写メ会もございます。でも大阪のみなんです。そして1日だけ4月30日日曜日、大阪インテックス大阪さんであります。ぜひこの日は4部5部6部7部8部9部と待っていますのでぜひお越しください。そしてねこの日のお衣装は衣装さんが準備してくださる NMB48 の衣装を着ますので着てほしいです。どうでしょうか皆さん、着たくなりましたか。着てください。着てくれるの楽しみにしてます。お越しくださいまし。こんばんは、こんばんは、ありがとう。横浜大阪両方とも握手会行くけど握手せずにちょっと下がってもらって全身こうで見る、どうぞ。どうぞどうぞ見せるわ。ぜひ皆さんもコーディネートも頑張っていろいろ考えたので、ぜひコーディネートを見に握手にぎにぎしに、そして写メ会にぜひお越しください。そしてね、なんといってもオンラインお話し会もただいま受付中となっております。ちょっと今回ペケポン増えなくて残念だったんです。でも申し込んでくださってる皆さんありがとう。そして次の受付ではペケポンが増えますように。4月22日4部ペケポンありがとうございます。5部6部22歳にゃんにゃんお祝いしよう。7部8部はにゃんにゃんですね、同じですね、22歳、お祝いしてね。パート1パート2で分かれているんですけど来てください。9部ペケポンありがとうございます。で次の日23日アルバム選抜ありがとう、ティアラコーデ4部5部6部7部8部がティアラコーデパート2となっております。キューブピケポンありがとうございます。カレンちゃんを見て NMB が気になりました、嬉しい。チャピチャピちゃんありがとう、嬉しい。すごく嬉しいです。ぜひ皆さん今満員御礼計画集中攻撃の日は4月22日23日となっておりますので、
オンラインお話し会撮ってみようかなとか来れるよって方はぜひ4月22日23日の空いている部ぜひたくさんたくさん会いに来てください。そして他におすすめの日はですね5月14日日曜日7部8部9部リプリップルユニット曲 MV 風な日もあるのでぜひリプリップルデイとなっているので来てください。もう1日は5月27日土曜日の7部8部9部リプリップルの日でこの日はおでこを出します。こんな感じで出しますね。やっぱ大人気の日は5月28日最終日の最終枠ポケポンありがとうございます。最終日は比較的ポケポン早く埋まりますのでぜひ皆さん絶対来れるよって決まってる方は必ずたくさん押さえててください。そして気になってくださった皆さんも5月28日日曜日オンラインお話し会最終日押さえてください。よろしくお願いします。撮ったよってありがとう、嬉しいよ、どうもありがとう。こんな感じになっております。もうちょっとしたらピロピロ広場配信に切り替えますね。来てくれますでしょうか。休憩時間も狙ってみますかってくれてる、ありがとう、嬉しいどうもありがとう、待ってるね、応援パワー送るわ、たくさん話そうね、話す、楽しみにしてますオンラインいつもコーディネートのことに触れずに終わってしまう。確かに確かに、でも他の皆さんと話すときもいつもそうかも、いろんなお話するけどお話に夢中になりすぎてこうで忘れがちあるあるやな、メガネかけてるときとか言ってもらえるんやけど、確かに撮ったよーってありがとう、嬉しい。横浜競技に行きます、待ってるね、待ってます。シャミ会は髪型変えるどうなんやろ、一応ねメイクさんも来てくださるみたいやねんけど、メイクさんが来てくださるイコールあまり変えられないのでね、自分で彼らはあんまりなんていうのアレンジを取って他に変えるとかあんまりしない人なんで一緒かもしれないけど、わかんない、してもらえたら変えれるかもやけど人数多いとねメイクさんも大変なので変えれないかもなんですけど、お待ちしてます。触れてあげられなくてごめんってなる、ほんま全然全然、でもだいたい皆さんあの終わってからのありがとうございましたって書いたツイートとかに今日のコーデ可愛かったとかコメントで教えてくれるのですごく嬉しいですよ今ポチポチしたってありがとう、カニと初めましてするってしよう、いっぱい話しましょう、申し込んだよってありがとう、ありがとう、髪の毛巻き巻きするの上手になってる昔下手やったってこと、そうやんな、そんな自覚はあるけどありがとう、成長を感じていただけて光栄ですどうもありがとう、楽しみにお待ちしていますのでぜひ皆さんお話し会握手会しゃべ会ぜひぜひ来てください。もうそろそろ配信を終わってピロピロ広場に移ると思います。おカッパッパさんありがとうございます。もう本当にさっきも言ったんですけどアルバムの選抜に選んでいただくことができました、本当にありがとうございます。だけど前回シングル選抜に外れてしまってまだシングル選抜復帰っていうのは叶えられていないので、ぜひ皆さん次ねシングルの発売があるかと思うんですけどその時に必ず選んでもらえるように、そしてアルバム選抜復帰の時に叶えられなかった序列を上げるっていう目標を次のシングルでは叶えたいと強く思っています。なのでぜひシングルの選抜復帰そして序列を上げられるように早期完売部数追加できるよう応援、そしてもう何よりやっぱりお話ししたり握手会だって写メ会どれもとっても楽しい
イベントになっていますので、ぜひぜひ来てくださると嬉しいです。応援パワーよろしくお願いします。 FFF さんいっぱいありがとう。いっぱいお知らせしてくれてる。バーチャル大阪フェスよろしくお願いします。2月28日、リプリップルもお楽しみに。はい、そして汗かき NMB もありますね。2月25日深夜1時45分からよろしくお願いします。ガールズペディアさんは3月6日発売、そしてシングルチチチチチアルバムダウンは3月8日発売となっております。直写にねいてますので、タイプ N、タイプ M、タイプ B とあるんですけど、タイプ B にいてるので、ぜひお間違いのないようにゲットしてください。皆さん応援よろしくお願いします。今日もちょっとショールーム配信ありがとうございました。意外とギリギリゲリラの告知となってしまったんですけど、ぜひ皆さんこの後はピロピロ広場で配信するので来てください。ファンクラブとなっています。まだ入会してないよって方はぜひ入会して配信来てくださると嬉しいです。あ、そう、猫の日の写真もねインスタに載せたんですけど、ツイッターにも載せたけど、ファンクラブにも実はこっそり載せたので、もう見てくれましたか？見てください。ではではショールーム配信終わります。ありがとうございました。明日は公演ナンバーレティコンよろしくお願いします。そしてこの後はピロピロ広場で配信をちょっとだけします。またね皆さん、受付明日のお昼12時までよろしくお願いします。またねー。